はい、皆様こんばんは、カズチヨミです。さて、本日1月2日の2回目、ネタがないといえばネタがないんだよね、この時期。でも、お前の押し入れをいろいろと触っていると何かしら出てくるというね。昨日もお宝であのメガホン等をご紹介しましたが、今日の第1弾でイヤーブックの1989年オリックス球団最初のイヤーブックね、オリックスブレーブス、あの時はもう本当阪急からオリックスに変わっても間もない、制作期間も短い、企画のする時間も非常に短いということもあって、写真なんかもキャンプに行って初めてみんなユニフォーム着るわけだから、そこで集めて、写真を載っけるメーカーを作るということだったんで、なんとなくこう急いでる感じはあったんだけども、さすが2年目となるとね、時間もあるし、凝った内容のイヤーブック、今に近い感じになってきました。でこの時は僕もまだ、オリックスブルーウェーブの段階から参画しておりますんで、オリックスブレーブス最後の年のイヤーブックに関してはこれも僕はノータッチ、これも一ファンとして買ったという、1990年の、オリックスブレーブスイヤーブック、これは何を意味するかというと、オリックスブレーブスとしての最後のシーズンのイヤーブックだったということ。で表紙は見てノブさんよね、えこの時かっこいいね、今もかっこいいんだけど、星の王子様です。でも内容を見るとね、やっぱりもうなんかもうすごいわ、もうこれ見てるだけで一日過ぎちゃうね。まず、上田監督のメッセージみたいなのがあってね、もう俺満員の西宮球場よ、こういうこともあったね、こうやって見るといい球場だね、西宮球場でね、オリックスはあなたに V を約束しますなんていうのがある。オリックス元年、この前年のシーズンというのは一輪差で、優勝を逃したというね、あの時は近鉄、オリックス、西武の三つどもえの戦いをして最後の最後までわからないという面白いあのシーズンだった。でそこで、オリックスは残念ながら一輪差で優勝を逃してしまうというシーズンだったんだけども、その翌年のね、これはイヤーブック、オリックスブレーブス最後のイヤーブックということになるんだけども、最初の対談コーナーがすごいよ。これ松永さんと安曽さんね、若いね、2人とも。安曽ちゃんが細いわ。この対談があってね、対談なんて今もよくやる企画だけどもね、それがあってね、今度は、もうすでにこの時は評論家になられていましたのかな、山田久志さん、と上田監督との対談ですね。山田さんはね、阪急ブレーブス最後の年で、本当に、もうお辞めになった、引退されたということでしたので、これ山田さんが、評論家という立場で、上さんと話をしているということでね、山田さんが今年の看板はオリックス対ダイエーなんておっしゃってる。いやいやすごいな。それでまだ面白いのは、これがね、酒井努さん、前年の新人王かな、89年ね。で対談なんだけども、これ岡本久美子さん、当時オリックスはテニスプレーヤー、オリックス所属のテニスプレーヤーだった岡本さんとの対談ね。オリックスはこのところいろんなものに手をかけていた、今もね、いろんなことをお仕事されてますが、岡本さんとの、対談、その他いろんな特集記事があったり、するんだけれども、これだけ皆さんにご紹介したい、休日追っかけリポート、気分はまるで恋人同士ん?という、この2人は誰かというとね、わかる?中島さんと小川さんだよ。中島さとしさんと小川博文さん、当時人気だった2人がねの休日をリポートするという、そんな記事があってね、これは恐ろしいね。愛車、車に関してはね、これは借り物なのかな、どうなんだろうか、後に選手のオフショットも出てくるんだけども、車のナンバープレートが、ぼやかされていないというね、恐ろしい個人情報筒抜けの時代ね。こんなのこれガッチャンと中島さんよ、これいいでしょ、これなんかみんなすごくないね。
という感じでございます。で、まあそんなね、星野さんの奥さんと星野家ウォッチングとかね、結構プライベートにね切り込んでるな。今はねこれできない、正直。これなんか車もろっつってんだけどさ、ナンバープレート隠してないもんね、当時。当時の1980年代後半までの選手名鑑って知ってる？住所まで載ってたんだよ、選手の。恐ろしいね。だからまあそういう時代がありましてね。あとこう短編小説なんかもね、こうやってあった。僕今これ書かせてほしいな、短編小説、というような感じでね、懐かしいイヤーブックでずっとこういろんな記事があって、読むとこいっぱいある、面白い、ですね。あとはまあ選手名鑑があってという感じで、まあ、その辺は変わらないんだけども、最初の読み物が非常に面白い。でこの頃のグッズがこれ 90年でしょ、まあ、結構あるね、こうやって見たら。これグッズの商品ページ、まあ、ただ今と比べれば全然ねラインナップの数が違うもんね、ってな感じで、はい。ユニフォームがないもんね、この頃はね。 T シャツとかハッピーはあるんだけど、というわけで前回は1989年のオリックス・ブレーブスのイヤーブックで、今回は1990年オリックス・ブレーブス球団ブレーブスとして最後のイヤーブックということで、中島さん載ってましたね、すごいわ、はい、なかなか面白いでしょ、というわけでお宝が出てくるわ。掃除とかして見るものだね。で時代は遡ります。これは新しいんだと思う、うん、あの阪急の復刻イベントの時かな、ブレイビー阪急のタオルです。まあいろいろ出てくるっちゅうことですわ。でね、まだあるのよ、まだあるのよ。後でまた紹介していい？じゃあまたね。